さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は藤田医科大学だけかに来ています。これからウーパルのセミナーを受けに行きたいと思います。ではレッツゴー。ウーパルのセミナーの様子ですが、ウーパルとは何かというと、追麻痺者用の歩行補助ロボットです。まあ、下半身麻痺ですね。専用の歩行器を使用して自己着脱が可能。体のサイズに合わせた調整と歩行能力に合わせたパラメーター設定が可能になっているものです。藤田医科大学を中心としたチームで開発されているロボットになります。なぜ立つことが大切なのかというと、車椅子になると骨粗しょう症であったり関節拘縮、肥満、便秘にとてもなりやすくなるので、その予防のために立つことはとても大切になってきます。いよいよウーパル体験になります。はじめは何もわからないので PT さんから装具をつけてもらいます。メリットとしては、この太ももにつけているのはロボットの装着面が傷ですね、傷にならないように保護する装具になります。リハビリの中でこれを使ってリハビリやっていただいている方が多くいらっしゃいまして、週に1万人ぐらい。ロボットに足を入れていきます。本来であればそのままスイッチを押すと装着できるのですが、一番初めは調整が必要とのことで、まあ、人力で、こんな感じではめていきます。なんかロボットの高さとお股の高さがすごいギリギリで、足の短さを痛感した時でした。はい、装着し終わったので立ちます。立った感じはすごい安定感があって、立ってるっていう感じは難しいんですけど、なんか全然両手離しても何の問題もないくらい安定性がすごいあるロボットでした。いや、私左の形勢がちょっと強いので左にこうちょっと寄っちゃう。前後は寄っちゃう。大丈夫。これ自分に立ってる感覚はあります。あります。わかる。はい、じゃあ最初開始します。いよいよロボットを使って足を動かしてみます。この音に合わせてロボットが動くのと一緒にこう体重を移動してるんですけど、初めはちょっと音に合わせるのが難しかったです。まあ、でも慣れれば何でもなかったかな。はい、スタートします。はい、入れます。2つ聞いてから、はい、からです。なるほど。一回止めて場所を、その場での体重移動がある程度安全にできるかということを確認できたので、次のステップとしてストライドをちょっと伸ばしてみます。でストライド、その場での足踏みがうまくできたので、次はちょっとずつ進んでみます。はい、調子がいいですか。だんだん右手で踏みます。うまいですね。手がもうちょっと前で歩き出すことによって、まあ、手を今動かしてますけど、歩行器の実際には操作になるんですけど、手と足とのバランスだとかその辺を獲得してもらいます。
皆さんが思い描く歩くというフォームではなくて、めっちゃそうだな、足もみたいな感じで歩きます。危なげない、危なげないです。立ち上がるのも座るのもすべてロボットがサポートしてくれます。もう決して仕込みではありません。本当にね、センスが良くてめっちゃ褒められる。はい、じゃあ座って、もう一回いい感じ。はい、じゃあもう一回着座。はい、じゃあ座りますね。完璧。おお、はい、次はトレッドミルの上での歩行練習です。このトレッドミルは、右左違う動きをする富士田医科大学オリジナルのトレッドミルだそうです。いよいよ歩行器での歩行練習になるんですが、その前にこう自分でどうやって装具をつけるのかというのを試しています。このカバーも柔らかいので、まあ、慣れればすごいつけやすくなるカバーかなって思いました。形勢が強いのもあって、自分で足を入れるっていうのが個人的にはちょっと大変だったんですよね。で、ここからソースのじゃあさっき言ってた、ここからは全て歩行器と、あと歩行器についているボタン、あとモニター全てで完結できます。自分で、ボタンを押せばこんな風に長いボードが降りてきます。あとは調整もボタンとタッチパネル全てでできます。ちょっと近づいてきた時ぐらいにこの硬いのベルトをうん、結構伸びてる。あ、すごい、それがすごいです。それは外れる。まだまだ一番初めなので一発でうまくはいかないんですけども、もう3年くらいやってる患者さんはもう一人でどんどんつけて、もうすごいスムーズで着脱していました。さっき出しといたベルトも1本ずつ、入れて当たりを見ながらピピピと1回さっきです。音が鳴らないと大丈夫。 OK。 立つときにちょっとそれモードにして、今度はこの黒ボタンをまだ長押しをすると3秒ぐらい押すとピッピッピッと避けると思うので、で頭をこの辺に持っていくイメージで当てると思います。はい、3秒押したら離していいんですか？あ、いいです。慣れ出したらいいです。ちょっと前。ちょっと早いぐらいですね。なんとなく。はい。はい、まあ、で、これでもうちょっとお腹を出す姿勢になったけど、この尿道切り、足首も押して。
て、そうするとレバーを片方引くと、さっきみたいに足首の角、うん、今後ろに行きました。今度こっちやると前、自分の好きな、今手離す、こんな感じで本当に自分の手元のボタン一つで自分が好きなバランス、好きな位置に、角度を調整することができます。なので1回ずつ外したり設定し直したりっていうことがないので、すごい自立した歩行ロボットかなと思いました。やっぱり平行棒と歩いていたのとは違って、歩行器ってすごいちょっと不安定だし、あと自分で歩行器を前に出して、まあ、体のバランスを見ながら、体重移動もしながら歩くっていうのは、やっぱ一番初めはちょっと大変でしたね。ただなんとなくコツというか、なんか自分のベストな場所が見つかってくるので、やっぱそこを意識して、繰り返していくといい感じで歩けるようになってきました。ただ腕にめちゃくちゃ力が入るので、腕はすごい、疲れましたね。分かった。あ、はい、おすげえ。春というここも使ったことがあるんですけども、それよりはすごい実用的なのがウーパルかなと思いました。春は結構リハビリ用なのかなっていう個人的なイメージです。カーブはね、歩行器先にこうそっち向けるか、左に曲がります。左、上がレールが左向きだから。おすごい、歩行器もうまい、入ったね。最後は安全ベルトなしのフリーの状態で歩きました。私は本当に早くて3時間くらいでここまで来たんですけど、本来であれば1日目はこれ、2日目はこれという感じで、ステップを踏んでいって、最後こんな感じで自立して歩行できるようにしていきます。本当に歩きたいから、歩けるようになるために歩くというのもそうなんですけど、まあ、運動のためとか、あとこれを使って結婚式に出た新郎の方もいるそうなので、まあ、こういう時に歩行できたらいいな、立てたらいいなっていう時にも使えるのがこのウーバルかなと思いました。藤田医科大学さんは本当に設備が整っていて、肩まひ用のロボットもあったりしました。本当にこういう整った病院が近くにある愛知県民の人とか近隣住民の人は、めちゃくちゃ羨ましいなと心から思いました。ウーパルなんですけども、こんな感じで導入してる病院があるので、やってみたいなとか、もしあればちょっとどうなるかわからないんですけど、ぜひ問い合わせてみてください。今回は藤田医科大学さんからオファーをいただいたのではなく、友達がセミナーの情報を見つけてくれて、こちらからお願いして参加させてもらったものなので、皆さんもぜひいろいろ情報を集めてみてください。